3月15日金曜日午後5時48分の日本海は風は全くないですね。海にはうねりは入りますが、ざわざわしてるだけで、インサイドブレイク、こちらも無風で筋のようなうねりが入ってきて、ここで割れますね。インサイドブレイクです。気温は15度ぐらいです。朝と比べればぐっと上がりました。海には筋のようなうねりがインサイドブレイク、明日どうですかね。